皆さんこんばんは、デデでーす。トッチでーす。デデトッチです。デデトッチです。デデトッチです。イエイ。はい、今日は見てください、デデーベタドラーベタドラミスドでございます。え、いつぶり？ミスド半年以上は食べてないんじゃない？俺最後に記憶するのがなんかちっちゃいコロコロの水を食べた記憶ある。あ、いや、これでビッグブリだ。あ、食った食った、ちょっとてってれー、どこでもドア。最近の期間限定のブルーベリーのやつと卵のやつとチョコレートの黄色のやつとポンデリングとポンデリングのチョコのやつときなこのやつです。きなこドーナツ。せーの、てってりーん。僕ドーナツ。俺なんか今日思ったの、ミスド行って、うん、あんないっぱい種類あるじゃん、うん、結局買うの変わんねえと思った。結局ね、ポンデリングがいっちゃうまい。もうね、ポンデリングを一番最初に開発した商品開発担当者にノーベル賞あげた方がいい。せーの、いただきまーす。さあ、何食べる？ポンデリング。まあそうだよね、まず最初はポンデリングでね。いただきます。あ、ほんとね。お、今日はアプリでマッチして付き合って、うん、こうすごい順調に夫婦になりましたねみたいな、うんうん、コメントがあったわけですよ。確かに言われてみれば、出会ってから付き合うまでと付き合い始めてから結婚までってだいぶ早かったなと思ってて、ほんと1年半ぐらい。そっか。なんでこんなにうまくいったのかというか、この決め手みたいなものは何だったのかなっていうのを参考までに喋ろうかなと思います。なんかミスロで初めてなんだけど、こういうドーナツ硬くもなく柔らかくもない。こちらうしゃ。あー、むしゃむしゃ、ね、ケーキやん、これ。いや、ドーナツです、ね、結構口の中の水分奪われる系の、タイプのやつ。ちょっとファサファサ系の。あ、そう、あ、ミスドで初めてかも、このタイプ。え、水分奪われるでしょ。いや、でも奪われるけど、いや、でも結構しっとりするよ、うん、なんか重たいんだか軽いんだかよくわかんない。いや、重い気がする。重いよね。くれんの。いや、これ久しぶりかも。ごめんなさい。今の謝りたくて言った。ごめんね。はい、はい、うん、食べよう。甘っ。これ周りうまいね。周り好きだよ。あ、ふわふわ系だ。おいしい。想像通り素朴でしょ、きっと。めっちゃめっちゃ素朴。あ、でも、あ、揚げパン、うん、そう、きな粉がほんのり甘いから、すごいなんか食べててなんか落ち着くというか、なんかただそのドーナツ食べたいって人はあんま食べないかもしれない。あ、確かに。え、ポンデリングの中にクリーム入っててチョコかかってるやつ。ポンデリング割ってるやん。そう、割ってるよ。すごい、誰考えたんだそれ。わお、わお、欲が強い。やばいやつやん。すべてを詰め込みすぎた感じがする。欲を詰め込みすぎましたね、うん、これは、うん、でも美味しいよ。美味しいよ。じゃじゃーん。じゃ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 ーん。いただきます。重たそう。それこそパン、うまっ、うまっ。真ん中、真ん中。うん、美味しい。あ、揚げパン、うまっ。思ったより重たくない。え、17分も経ってんだけど、本番喋るまで。喋りすぎだよ。喋ってた、そんなに、うん、17分経ってんの。17分経ってる。嘘で、そんなことないよ。ありえん。まあ、少なくともさ、なんていうの、うちらってアプリにもさ、別に結婚前提と付き合いしたいですって書いたわけでもないし、お互いが付き合う時にそういうのお互いに言ってたわけでもないじゃん、うん、なんか結婚まで行ったのはマジで偶然というか、
結婚を意識して付き合ってたわけではないっていうのはあるよね、うん、でもなのに早くゴールインしたんだよ。そうなんだよ。でもさ、付き合った速さで言うとさ、めっちゃお互いに超ラブラブだったからではないよな。結論は私がトッチのことをもう好きになりすぎてて、これで振られるのショックだから、うん、もしトッチが脈ないんだったら会えないって、私が半分脅したからじゃない。あ、そうだね、そうだね、曖昧なことはあんま言えないから。そうだから、脈はあるからもう一回会ってみようっていうか、ごめんやっぱこれで最後にしようっていうかの究極の選択に迫られた結果、付き合おうになっちゃった。そうだな、付き合うのが早かった理由で言うと、だから私に半分落とされたからではない。あ、そう、もう 100% それだよね。 100% だよね。 100% で別にそこで面白くなかったと思ってたら、あ、いやちょっとまだ考えさせて、うん、考えてるからっていう絶対選択肢はあったと思うのよ、うんうん、どっちかはっきりしてよっていうことじゃなくて、うん、どうなのって聞いてくれてたから、うん、まあだからそこで判断したのは俺だよね、うん、だからまあ正直、例えば私がトッチのことをめっちゃ好きじゃなかったらとか、その発言をしてなかったら2回目で正直付き合ってなかったと思うし、まだそのデート楽しかったけど、そこまで踏み切る材料はなかったんですよ、うん、そう、正直。じゃあバイバイって言って帰ろうとしたんだけど、まあ私が最後にそういうことを言ったから、それ言えんのすごくない？でも2回目のデートでさ、初めてだけどね、そのこと言ったら、うん、で逆にやっぱそんだけトッチのことが好きだったんだなかなかないよね、そう、2回目のデートのね、うん、でもまあでもそのぐらいのテンションよ、要は。まあ私はめっちゃ好きだったけど、まあでもほらめっちゃ好きといえど、トッチと結婚したいと思って言ってたわけではない、うん、からさ、うん、でトッチもまあそんな感じじゃんの中で、まあ付き合ってで1年半後には合流しちゃったんだもんね。そのさ、1年半にゴールインしたで一番大きいのが絶対同棲だと思う、うん、まあそうだね。同棲までなんで早かったかって言ったら、りーちゃんが一人暮らしだったっていう、そう、どっちにしろ多分本当にたまたまタイミングが良くて、うん、私が一人暮らしをしていて、更新のタイミングが近づいてたんだよね、まあ、付き合って半年ぐらいかな、うん、一緒に住むにしろ住まないにしろ、なんか違うとこ引っ越そうかなってなんとなく思っていた時に、まあ、それだったら俺も一緒に住むよみたいな、うん、どっちかが一人暮らしとか、まあ、二人とも一人暮らしとかだったら同棲のハードルが低いというかさ、どっちかが一人暮らしの時点でどっちかの家に遊びに行くことも多いだろうし、そこでほら週末を過ごしたりとかするわけじゃん。プチ同棲気分みたいのを味わえるからさ、じゃあ同棲してみようかってなれるけど、お互いに実家だったらそもそも家を出るハードルが二人とも高いし、高いと思う、ね、私ほら週末に一緒にじゃあ家で過ごしてお泊まりしようとかもできないじゃない、うん、ってなったらやっぱり踏ん切りつけるまでにすごい時間かかると思うんだけど、うちらの場合はね、本当にだからさ、週末の毎週毎週うちに遊びに来ててさ、うん、一緒にスーパーに買い物に行ってはご飯を作ったりさ、本当状況とタイミングがたまたま良かったんだよね、うちらって。なんかあと考えが多分似てんだろうね、考え似てるのと、あとなんか多分前の動画でも言ってんのかな、その周りがすごい支えてくれるというかさ、もうじゃあいいよ別にみたいな、やりたいようにやってみたいな感じだったからいけるってあるんじゃない。確かに親の理解はでかいよね、うん、反対とかあったらちょっと俺多分できてないもん。例えば出てくってなって本当に大丈夫なのその子とかって、うん、トッチのご両親がならなかったのも良かったと思うし、まあ、うちの親もうちの親でね、まあ、仮に私が家を出てたとしてもさ、大丈夫なのその人やめなよって言われてたら無理だったかもしれないし、でももちろん年齢的には自分の意思で、自分でやることは自分の意思で決められるけど、まあね、あまりに周りの反対があったらさ、うちらもちょっとこうしこりが残ったまま同棲することになっちゃうって思った時に、周りの賛成みたいなのはやっぱ強いよね。なんかよく言ってるけどさ、あの友達のさ後押しというか評判、あほらトッチの友達も含めてうちで遊んだり、うん、私の友達も含めうちで遊んだりみたいな、やっぱさ一人暮らしだから友達を呼べるわけよ、うん、家にわざわざ友達と外で会う時に彼氏も連れていくって難しいけど、うん、うちらがいるとこに友達が来るとか、友達といるとこに彼氏が来るだったらハードルがちょっとさ低いとか楽じゃない。でそれで結構友達とかと会うことも多くてさ、同棲前からすでに。確かにそうだね。でみんなタコパしたりとかさ、マジでトッチ絶賛だったんだよね、みんなみんな、うん、いいやつだからね。マジで絶賛だったんだよ。なんで絶賛されてたかはちょっと忘れた。いいやつだったんだって。うん、出てと会う前、付き合う前、そんな周りから言われたことなかったんだよ、うん、
で会ってそういう友達と会うようになってからそういうふうに言われてちょっと嬉しかったもん。だから男友達の間では別に家まで迎えに行って送るとかしないじゃない。そうだね。だけど彼女だからこそ出る行動がやっぱあったんじゃない、うん、ああ、俺女には優しいんだって。じゃあ彼女には優しいんだって。まあ女には優しいよね。気ぶくれができるじゃねえや、気づかれができるじゃねえや、気遣いができる気ぶくれはしないででもマジでさ、正直ここに突き進んでくるまでに懸念ってあった、うん、なあ、マジでなかったの？なかったよね、うん、多分それはうちらの相性が本当に良かっただけで、うん、多分もしかしたら私のよくやる癖とか行動が気になる人もきっといるだろうし、うちらの弱点もあるわけじゃん、お互いにいいところもあるけど弱点もあって、でもたまたま多分その弱点がお互いに気にならなかったんだと思う。うん、絶対にそれだよね。ストレスが全くないのよね、一緒にいて。そう、不思議だったよね。だって私本当に結構その同棲ってしたことがなかったから今までに、だから同棲するってすごいハードルを高く感じてて、絶対に喧嘩もするし、絶対なんか家事とかでなんか役割がどうだああだこうだって絶対喧嘩する、お金でも絶対揉めるって思ってたんだけど、まあ、本当にたまたま良かったんだろうね、相性が。本当に揉めなくて、何にも揉めなくて、揉めなかったね。なんか2人でいる時間は絶対同じことやってるじゃん。そう、だからそれでストレスがないから多分喧嘩も生まれないんだと思う。2人ともオタク気質じゃないのよ。そう、わかる。なんか1人がオタク気質で1人がオタク気質じゃない場合って結構多分しんどくて、うん、オタクしたい子、自分の好きな道がある子って絶対その時間が欲しいじゃん。で逆にそのオタク気質じゃない人はそれが理解できないというか、それをしてる間俺暇やんみたいになっちゃうんだけど、うん、で逆に2人ともオタクだったらオタクでお互いに自分の好きなことしてればいいから OK なんだけど、なんかうちらはそこが合ってたんだろうね。なんか何でもいい、うん、休日やることも何でもいい、食べるものも何でもいい何でもいいが多い。こだわりがそんなになかった。ないね。なんか好き嫌いがあんまなくない、まあ、なんか嫌いがあんまりない、うん、そう、嫌いがないのよ。あと何でもいいって言ったからには本当に文句は言わない、絶対。そう、何でもいいいやでも文句言わなくてもさ、なんかいや何でもいいよって言って、いやまあこれかよみたいなこともなかったじゃん、うん、そう。でもこれも多分ほら人によってはさ、何でもいいっていう人がうざい人もいるじゃん、うん、だってなんか決めてよって言ってんのに何でもいいしか返ってこない、うぜって思う意見もあると思って、そういう人とは多分相性が合わないんだけど、うちらはたまたまお互いが何でも良すぎて逆に良かったんだよね、それが。2人のその思ってるそのなんだやりたいことは多分ほぼ似てるから、それ多分成り立つんだよ。そう、わかんない、世の中の何でもいい度合いの基準はわからないけど、多分みんな見てればわかるよ、うちらね決め事マジでないよ。考えてなかったけどね、多分そうだろうね。それが、うん、あといい意味でうちらは多分2人とも人に興味がないの、うんうん、なんかあんまり過干渉をしないの、お互いに疑わないというかさ、うん、なんだろう、深掘りしない、うん、何例えば何今日何やったの、それで深く内容なんか欲しりたいみたいなさ、なんか細かいとこまで状況をしたいみたいなのもさないわけじゃん、はい、今日誰々とご飯行ってくるねって一応お互いに言うけど、うん、うちどこの店で何時に帰るとかまではあんま言わんけど、帰ってくるやろ、はーい、そうそうな、no. no. あとそれでも結婚してからじゃないもんな、ずっと前からやってるもんな。ずっと前からな、まあ、別になんて言うんだろう、あのやましいことはないから事細かく全てを説明してもいいんだけど、だって興味ないでしょわからんでしょって、ね、そう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 、そのなんて自分のペースを満たさずに一緒にいれる人だったんだと思う。これが例えばトッチがすごい何かのこだわりが強くて、例えばじゃあ仮に食事のこだわりが強くて、今日はこれとこれとこれを食べます、それが崩されたら不機嫌になりますとかだったら多分合わなかっただろうし、そこでまた我慢が生まれるからね。そうそうそうだよね、我慢がないよね。そう、今思ったのそれ、あの芯をついた気がした。なんかもちろん大好きだし一緒にいて楽しいし、それは大前提としてあるんだけど、マジで我慢がない。なあ、ちょっと一回、ちょっといい、これずっとついてた我慢ないね、うん、我慢がない、そうだ我慢ないんだ。唯一我慢してたことは初期の頃は、ガス体質っていうことを言えなかったから一生懸命を習う我慢してた私トッチと家族以外には
あのおならを晒したことはないけど、びっくりするほどガスタイスなのよ私。本当にいつも寝てる間もおならしてるもんな。でも俺それを超えるガスタイスだと思うんだけど俺は。それぐらいじゃない。まあ、もしかしたらね、うちらの中では本当は旗から見たら我慢してること多分あるんだよきっとね。それはさ別の人間だからちょっとずれてる部分はあるし、あるんだけど多分気に留めてないそこまで。やっぱ友達と喋ってて思うのは、うちらなんか自分たちというのもあるかもしれないけど引きずらないあんまり。例えばちょっと不機嫌になります、不機嫌になります、はい、あるじゃない、はい、次の日まで持ち越したことなくない？あるだろ、なんかその一個ぐらいあるだろ、なんかないか、ない気がするな。出来事を覚えてないから、うん、その引き出しがない、うん、でもそれも多分きっとあんま人に興味がないことにもつながっている。あんま覚えてないよ、じゃあ。本当覚えてないんだよね。覚えてないよね。そのなんか多分言い合ったことは多分あるのよ、うん、意見をなんかぶつかった時とか、うん、それを俺覚えてないもん、何、うん、なんでかっていう。覚えてないよね。反省してない。反省してないよね。それをさ、だからお互いにそういうことをやるけど、それが嫌な人もいるわけじゃん。あ、だけどうちらはだからやっぱそこがたまたまあったんだよね。でもそれって正直付き合いたてじゃわからないじゃない、うん、だからこういうのって日々一緒にいて、なおかつ同棲してもっと一緒に時間を経てやっと気づくことというか。でもうちらは多分そこの違和感とか我慢とか違いみたいなものがあまりにも同棲してからなかったんだと思う。あまりに一人暮らし同棲の間もあんまり違和感ない。そう、だから違和感、その同棲から結婚までの流れがなんかよく分かんなすぎて、結婚したの今俺ら結婚してるんだって気づくのにさ、そうちょっと楽あったよね。そう、実感湧くのに楽あったよね。なんかね、なんか同棲でスムーズに行きすぎて、これ別に結婚しても何も変わんないんじゃねみたいな、まあ、良くも悪くも、うん、一緒にいる方が楽しい。それでかくない？え、私だけ？あれは振られた？私は、まあ、皆さんご存知の通り、あの結構あの一人でいる時間ってそわそわしちゃうタイプなんですよ、ご存知の通り。だから一人でいると絶対編集とかをしちゃうんだよね。なんか何かしらやるべきことをやっちゃうタイプなんですよ。だからやるべきことを自分で作って勝手にやっちゃうみたいなタイプなんですけど、だからトッチといる時間が私にとっての息抜きの時間みたいな、一人の時間は私息抜きの時間じゃなくてっていうタイプなんだよね。トッチはトッチで、まあ、私とはちょっと違うタイプなんだけど、一人の時間はゆっくりするんだけど、結局一人でなんか見てたりとかなんかしてるよりも、なんか一緒になんかしてた方が楽しいっていうタイプなんだよ。あれ合ってる？合ってるよ、大丈夫だよ。え？合ってるよ。本当に？だから結果的に2人とも一緒にいた方が楽しい。それ本当に最近思うの俺、うん、いつも言ってるよね。なんか一人つまんねえの。そうって言うよ、マジでつまんない。なんで？一人でちょっとなんか見るとか、うん、動画見る機会が多くなったの、ちょっとだけ、うんうん、テレビ流れてんだけど、ここが無音だから、うん、寂しさを感じるの、いるとさ、うん、なんかそのこの寄り添ったりさ、うん、抱きついたりさ、うん、やってるわけじゃん、見てる時でも、うん、それがないからずっと同じでこうやって見てるじゃん、うん、まあつまんねえ。あ、そうなんだ。うん、なんだろう、別にそんなこう一人の時間をどうしても優先したい人たちじゃなかったっていうのもあるんだろうね、うん、だからさ離れるっていう未来が見えなかったみたいな。あ、つなげたね、すごい。なんか別れてなんか別々になんかやるっていうのも全くビジョンがなかった。なんかうちらは当たり前に思いすぎて何も思わなかったんだけど、世の中のカップルによっては夜家帰ってきます、仕事終わりで、お互い別々のことをするカップルもいるらしいんだよ。めちゃめちゃ多いよそれ。そうらしいんだよ。でも私さ、初同棲がここだし、基準が自分たちしかないじゃない、うん、その自分の過去の恋愛とも比較ができないから、ね、なんかみんな一緒に YouTube を見て、だから今日は何見るって言って一緒の YouTube を見たり、うん、だから相手が帰ってくるのを待ってご飯を食べたりとか、うんうんうん、なんかそういうのってすごい当たり前だと思ってたんだけど、うん、だから意外とそうじゃなかったらしいっていうことに気づいて、うん、しかも同棲してる時とかそんな知らなかったわけじゃん。そう、知らなかったんだよ、うん、うちらはもうそれがうちらの中で当たり前すぎて、合わせようとしてこうなったわけじゃない、まあ、2人でいるし楽しいからいっかみたいな、うん、本当にそこも楽観的というかね、うん、あんたでも俺と一緒にいつも楽しかったでしょ、俺が好きだったでしょ、うん、知ってるよ知ってるよ、それ食えよ、あげるよ、え、待って、あげるよ、じゃあ食えよ。
そのレベルで違和感を感じなかったことがすごいんだよ多分。わかる。寄り添うとかいう努力もなく勝手に寄り添ってたことが多分すごいんだよ。うちら絶対世の中のカップルはこうあるべきだっていう話ではなくて、全く違う。何でもいい。たまたまこことここの相性がめっちゃ良かった、うん、別に付き合った当初から分かってたわけじゃないから、たまたまラッキーだったね。いいやつってことはね、二人とも、うん、そうなんじゃないか。うちは多分実は二人ともめっちゃいいやつ説ある。まあ友達がいいやつばっかだからな。それな。ルイは友を呼ぶっていうもんね。私の友達マジみんないいやつだし、みんな美人ってことは私も美人。まとめると、多分結婚するまでが早かったの理由でしょ、うん、2人でいてストレスが全くなかったし、2人でいる時間の方が楽しいな、うん、2人でいたいなっていう時間の方が多かったっていうのが多分一番の理由だったんだよ。でもさ、冷静に考えてさ、めっちゃ不思議じゃない？その全然違う環境で育ってきた2人がたまたま付き合って一緒住んでみたらなんか全然いけちゃうってめっちゃ不思議じゃない？違和感ないっていう。運命だねこれはね。運命だね。兄弟は分かるよ。だって全く同じ環境でさ生きてきてるわけだから、そりゃ兄弟はさ同じように育つし、まあなんかそんなに悪くならないや。なんかそれで家族と一緒に住めるのは分かるけどさ、全然違う背景で、趣味も違う、まあ、育ち方も違う、住んでたエリアも違う中でよくこんなに合うもんだね。確かになんか雰囲気が似てるっていうのは分かるというか、なんか2人が相性合うの分かるって言われて、まあ、なんとなくわかるのよ。こうなんかちょっと明るい感じとかさ、うん、あんま人見知りしないで人にガツガツいけるところとか、そういう共通点があって似てるって言われるのもわかるんだけど、でも違うところもいっぱいあるわけじゃない。めちゃめちゃいっぱいあるよ ね。その中でも多分一緒に住んでいく上でここはずれちゃいけないよねっていうところはハマったんだろうね、うん、だからマジでなんつの言葉を選ばなかったら運命だったと思う。そう、うん、そのきっかけはねちゃんの本気じゃなかったらもう会わないでほしいんだってこの一言がこの運命を変えたんだよ。そういうことだよね。うん、大丈夫。頑張ったわ。頑張れ。よく頑張った。これも全部視聴者のお金よ。本当ね。味方の本当に。ね、みんなに感謝しないといけない。はい。ということで、なんか盛り上がらないかと思ったら意外と盛り上がったね。でも本当にハッキングできた。我慢がいらなかったんだってい そこが発見できたのがちょっと初めて。なんか喧嘩をしないの中でも、うん、その我慢をして喧嘩をしないパターンと我慢しないで喧嘩しないパターンがあると思ってて、我慢してるからこその喧嘩しないは溜まってっちゃうわけじゃない、不満が、うん、なんだけどうちらの場合はマジで我慢してなくて喧嘩がないから、うちら最強夫婦ってこと。あれこうえこう今度のためにさ、ちゃんと覚えよう。うちら最強夫婦って言ってだぜ、見てだぜって言うぜ、ここなんかえこうじゃん、こうじゃん、えこう、うん、何これってことはうちら最強夫婦ってことなんだぜ。ちゃんと決め顔した？いやして、笑っちゃったけど。よいしょ、もう一回、ちょっといくついくよ。いや、ってことは俺らって最強夫婦ってことなんだぜ。こう出会ってから入籍までがだいぶスピーディーだったなっていう、うちらはこういう背景があってきっとここまでババババってきたということなので、まあ多分マッチングアプリと限らずね、多分今お付き合いしてる方がいるとか今後お付き合いする方ができる方とかはね、まあ参考にしてみてはいかがでしょうかって。それでは次回の動画も見てくれたってことですね。よくわかったね。あのノリによっていいのかなって。すごい。みんな褒めてほしい。絶対やるって決めてたのに今。バイバイ。